そう、もっと早く戻ってくれ。そしたら村を守れたのによ。敵の策にさらに上を行くと諸葛亮殿の警団には感服するばかり。今が好機ですね。打って出ます。楽器をかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたことだよ。だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援護を頼んだんだ。楽器に協力するだろう。あなたたちは何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。あなたすごいよね。ホイロード、この事態信長様に報告しなくては。光秀殿を退けましたか。では私がお相手しましょう。すまねえな、助けに来といて助けられてちゃ邪魔あれ。小祭りの三浦を噛まれるとは。ここで助けるのはありがたいね。おいロード、立派立派。情けない姿をお見せしてしまいました。覚悟しろよ。ひとひねりにしてやるぜ。おお、おせんだよ。よくやったが、まだまだ小さい。首もらった。まだか、撤退せよ。おお、周遊殿無事で何より。いや、しかしいささか大げさでは。おお、こいつは恐れ入った。ここに朽ちるまで戦う所存。元気だったか、母さん。親方様、
はい、どうした？劇的勝利に男泣きか？だって、もう会えないと思って。てか、泣いてません。いつもの小僧に戻ったな。俺らがみんな死んじまう未来だ。寝言は寝てからいいっていうところだな。普通親方様、信じてくれるんですか？当然だろうが、出なけりゃこんなところまで出張ってこねえよ。ついでにてめえの涙見せられたんだ。信じるしかねえだろ。孫悟と北条の協議の結果、半兵衛殿の言に真ありと判断した。これよりは我らも協力しよう。もう少し周りの状況が落ち着いたら親父も合流するはずだ。それまで踏ん張ろうぜ。しかし天井殿の誤解、なんとかならなかったものが。まあ、あの御仁の説得は無理だろう。となれば誤解そのものをなくすか。本気を出せばこんなもんだろ。やる。やるじゃ。嘘。おう、なし。織田の軍勢が本能寺に集結した。おそらく奪起を阻むつもりだろう。我らはこれを叩き道を開かねばならん。まあ心配ねえだろう。親父もそろそろ合流するはずだしな。さあ、いい戦にしようぜ。